前節5試合ぶりの勝利を挙げ、優勝と昇格が目前に迫る首位大宮アルディージャ、残留を目指す18位蒲田バーレ讃岐のホームに乗り込んでの一戦です。まずはこの試合に J2 通算150勝目がかかる大宮、開始5分セットプレーのこぼれ球を横谷が狙って、さらにムルジャ、早速ゴールを脅かすと、対する讃岐もその直後、左サイドでパスを受けたここまで4ゴールのガラハが狙います。さらに19分に決定機、高い位置でパスカットした沼田が折り返して、中はしかし枠を捉えられず、すると大宮が31分にチャンスを迎えます。フリーでボールをもらったカルリーニョスがシュート、このこぼれ球にムルジャ、ムルジャの3試合連続となる今シーズン17ゴール目が決まって、1対0アウェーの大宮がリードして後半へ折り返します。迎えた後半もまずは大宮、49分泉沢がドリブルで一気にボックス内まで持ち込んで狙っていきます。代わって1点ビハインドの讃岐はコーナーキックの流れから大宮ゴールに迫ります。クリアボールを拾った仲間が右サイドから入れて、高橋裕二、頭で決めた高橋裕二はこれが J2 初ゴール。残留を目指す讃岐が54分大宮相手に追いつきます。同点とし勢いづく讃岐はさらに55分パスを受けた高木和正がシュート、しかしここは加藤のファインセーブに阻まれます。その後両チームともに決定機なく、迎えた87分大宮はカルリーニョスから途中出場の清水慎太郎、ビッグチャンスでしたがここは清水健太がセーブ。89分には讃岐に決定機、コーナーキックのこぼれ球を拾った途中出場の木島哲也から仲間、しかしこちらは菊池のブロックに合い決められません。勝ち点3を目指し最後まで激しくぶつかり合う両チーム、大宮は後半アディショナルタイム、清水慎太郎がボレーで合わせますがクロスバーを叩き、結局勝ち越しゴールを奪うことはできず、引き分けに終わった大宮はこれでアウェー4試合勝利なし。一方大宮相手に勝ち点1を積み上げた讃岐が他会場の結果により残留を決めています。